旅人さんとは、算数において、速さを題材とする文章題の類型の一つ。動くものが二つあるとき、二つのものの隔たりの推移に関する問題を言う。二つのものの進行方向により、出会いさんと追いつきさんに分けられる。通常は、速さを単純に足し引きして解ける。多くの場合はこれらを用いて解く。次のような問題が、典型的である。 太郎さんは午前8時に毎分60メートルで歩いて家から学校へ向かいました。寝坊した二郎さんは午前8時15分に毎分150メートルの自転車で家を出発しました。二郎さんは太郎さんを途中で追い越し、太郎さんよりも9分早く学校へ着きました。公式二郎が出発した時点ですでに太郎は15分間歩いているので、その距離の差はである。 太郎を追いかけた二郎は1分間で150から60イコール90だけその差を縮めることができる。したがって出発時についていた900メートルの差を二郎が縮めるにはかかる。二郎の出発は8時15分だったので10分を足して8時25分に太郎に追いついたことになる。追い越した後は1分間に90メートルずつ差が開いていく。それは 二郎の後を追う太郎が九十六イコール1.5で歩ける距離である。二郎が学校に着いたのは後なので、二郎は合計で十プラス六イコール十六自転車で走ったことになる。つまり、学校までの距離はである。速さの日はであるから、同じ距離を進むのにかかる時間の日はである。同じ距離を進むのに太郎がかかった時間を、 二郎がかかった時間をとすると、その差はである。追いつくまで追いつくまでは、差が15分なので、であり、太郎がかかった時間はである。したがって、8時25分に追いつかれたことになる。全体学校までは、太郎の方が二郎より24分長く歩いていることになる。差が24分なので、であり、太郎がかかった時間はである。太郎の速さは、毎分六十メートルだから、 家から学校までの距離はである。横軸を時間とし、縦軸を距離とする進行グラフを使って解くこともできる。旅人さんの応用として、などの形で問題とされることがある。また、経路が感情、伏線、伏線であったり、速さが規則的に変化したりする問題もある。ありがとうございます。